ペルシア戦争、ペルシア戦争、ペルシア戦争は、紀元前499年から、紀元前449年の3度にわたる、アケムネス朝ペルシア帝国のギリシア遠征を言う、ペルシャ戦争とも呼ぶ。ペルシア戦争とは、ギリシア側からの呼称である。学者によっては、勝者の名を冠して、ギリシア戦争、ギリシャ戦争、あるいはフェアに、両陣営の名を取って、 ギリシア・ペルシア戦争、グレコ・パーナン・ウォアーズ、ギリシア・ペルシア戦争と呼ばれることもある。戦争の経緯については、ヘロドトスの歴史がほぼ唯一の資料である。プルタルコスは、ヘロドトスの悪意について、戦争の歴史的事実が、ヘロドトス個人の戦争観に歪められていると批判している。ペルシア戦争の直接の原因は、アケムネス朝以下、 ペルシアの影響力拡大に対するイオニア地方の都市国家軍の反発から起こったイオニアの反乱への当てないの介入である。当時のペルシアは絶頂期にあった。キュロス2世が紀元前547年に小アジア随一の強国であったリディア王国を併合。ダレオス1世はトラキア、マケドニア王国を勢力下に置いた。紀元前518年。 リディア王国の首都であったサルディスに、サトラップと呼ばれる総督を置き、アナトリア半島全域とレスボス島、キオス島、サモス島などの英語解答部の当初を、その支配下に置いた。ダレーオス一世は、政治の力点を経済活動に置き、王の道を整備するとともに、金貨を鋳造して、交易を積極的に推進した。彼の知性においてペルシアは、最盛期を迎え、 帝国の領土的野心も膨らんだ。こうした、醸成したギリシア本土の諸都市にペルシアの影響が及ぶのは時間の問題だった。ギリシア側で主導的役割を果たしたアテナイは、紀元前6世紀末から紀元前5世紀中期までの政治状況の資料が少ないため半然としないが、紀元前6世紀中期からようやく有力なポリスになり始めていた。小アジアに陶器と、 オリーブ油を輸出する一方、人口の増加に伴って、国会沿岸から多量の穀物を輸入するようになったと考えられている。穀物輸入を容易にするためには、アテナイ金ンの,の利用が急務であったが、この海域では、アイギナによる海賊行為が横行しており、アテナイとアイギナ、アイギナを保護するアルゴスとの関係は険悪であった。また、 政治体制を貴族政府から民主制に移行させたことによって、アテナイはスパルタに対抗しうる強力な国家へ成長することに成功したが、同時にスパルタと同盟諸都市に対して警戒心を抱かせることにもなった。北方のボヨーティアとも戦争状態にあり、アテナイは文字通り四面楚歌の状況にあった。この孤立状態を打開するため、アテナイから おそらくはクレイステネスによって、ペルシアのサルディス総督アリスタゴラスのもとに死者が送られた。アテナイの死者は、ペルシアとの同盟を求めたが、ペルシアが完全な服従を求めたため、アテナイ民会はこれに反発した。当時のアケメネス朝による統治政策は、各都市国家に区別の選手を擁立し、彼らを介して内政に干渉するというものであったが、 民主制を取るアテナイに受け入れられるものではなかった。また、穀物輸入の交易路にペルシアの影響が及ぶことへの懸念もあったと考えられる。同盟交渉は決裂した。こうした経過を経て、アテナイ民会は直接的な対立を避けつつも、ペルシアに対して危機感を募らせていた。 紀元前499年に起こったイオニアの反乱に際しては、アテナイとエレドリアのギリシア勢が同じイオニア方言を語るギリシア人ということもあって反乱軍を支援し、ペルシアを牽制した。しかし、イオニアの反乱は失敗し、介入はペルシアにとっては内政干渉であり、ギリシア信仰の格好の口実を与えることになった。イオニア反乱軍への援助決定の後、 しばらくの間はクレーステネスを代表とする対ペルシアユーア派とミルティアデスラ独立派による激しい議論が起きていたと考えられるが、反乱鎮圧後は徐々に対ペルシア強硬派が台頭していった。ペルシアへの対応と権力闘争が絡み合い、アテナイ民会が混乱する中、イオニアを平定したダレオス一世はキリシア遠征軍派遣を決定し、 ペルシア戦争と呼ばれる一連の戦争が開始された。紀元前492年、ダレイオス一世は、イオニア反乱軍に加担したアテナイトエレトリアに、対する報復と称して、マルドニオス率いる部隊をギリシアに派遣した。報復というのは口実であり、ギリシア全域の制圧を目論んでいたとされる。歴史家によっては、この時の遠征軍が小規模であった可能性を示し、 目的は征服ではなく、威力偵察に過ぎなかったとする。ペルシア艦隊は、エーゲ海北部の海岸線に沿って進み、パソフス島を制圧したが、ハルキリキ半島のアトス山のある岬を迂回する途中、暴風に遭遇して、大損害を被った。また陸隊も、マケドニアで、ブリモ遺族の野襲を受け、マルドニオス自身が敵図を負ったため、遠征軍は撤退した。 紀元前491年、ダレオス一世は、ギリシアの核ポリスに服従を求め、英華界当初部のポリスは、ほとんどが要求を受け入れた。しかし、当時のアテナイは親ペルシア派と反ペルシア派の反目によって動揺していた上に、かねてから賢悪な関係となっていたアイギナがペルシアに服従する意思を示したことを知って、アイギナと紛争状態になった。 スパルタも、アテナイに同調する立場を取るクレオメネス一世と、それに反目するデマラトスの二人の王の内紛によって、対応は混乱していた。紀元前490年、ダレオス一世は、要求を飲まない、諸都市を攻略すべく、マルドニオスに代わって新たにメディア人の将軍と、サルディス総督、イオニアの反乱時に総督を務めたの子を、 司令官とする六百隻の三段回戦団を派遣した。ペルシア艦隊は、エーゲ海を横断し、キクラデス諸島の都市国家ナクソスを陥落させると、エウボイア島に上陸、南端のを制圧し、ヨーニアの反乱を支援したエレトリアに侵攻した。エレトリアは、アテナイからの援軍を得たが、親ペルシア派と抗戦派の不和による対応の混乱を目の当たりにした。アテナイの援軍は、 エレトリアの守備を放棄して帰還した。ペルシア軍の攻撃を受けるとエレトリアも、交戦の意思を固め、包囲に7日間抵抗したが、内部の親ペルシア派が城門を開いたため、ペルシア軍に攻略された。エレトリアを制圧したペルシア軍は、アテナイを追放された元選手ヒッピアスの助言により、当時のアテナイの主要校であり、またヒッピアスの父。 ペーシストラトスの勢力地盤でもあったアッティカ東岸のマラトンに上陸した。アテナイはスパルタに援軍の要請をするとともに奴隷を伴ってマラトンに展開し、プラタイアからの援軍を得てマラトン平野の南部に位置するヘラクレス神域に布陣した。将軍ミルティアデス率いるアテナイプラタイア連合軍はこの戦いで重層不評密集陣を駆使してペルシア軍を破り、 敵の陸上移動を断念させた。ペルシア艦隊は、スニオン岬を迂回して、ファレロワンに艦隊を展開し、揚陸の動きを見せたが、アテナイ・プラタイア領軍がこの動きを察知して、アテナイに移動したため、ペルシア軍は攻めきれず、本国へ撤退した。マラトンの戦いの勝利によって、親ペルシア派のペイシストラトス家とアルクメオン家の人間は次々と、当変追放され、 アテナイはペルシアに対して一貫した政治的態度を取るようになった。また、アテナイ民会は、マラトンの戦いで英雄視されていたにもかかわらず、私欲のために国庫に打撃を与えたミルティアデスを告発して厳格な司法権を行使したほか、軍事長官の権威を下げ、将軍職の地位を上げるとともに再任できるようにするなど、強国としての国家体制を着実に整えていった。 ダレエオス一世は、再度侵攻の準備を進めたが、エジプトの反乱とバビロンの反乱で実現できぬまま、紀元前486年に没死した。王位を継いだクセルクセス一世は、遠征に乗り気ではなかったが、最初の侵攻の司令官を務めたマルドニオスの説得により、紀元前484年にバビロンを平定し、ついでエジプトを平定すると、ギリシア遠征を決意した。 紀元前481年の夏、クセルクセス一世は、オートスーサを立ち、全軍の集結地カッパドキア地方のクリタラ、クリタラを経て小アジアの拠点サルディスに入ると、ギリシアの核ポリスに使者を送り降伏を迫った。これにより、マケドニアやテーバイなどのポリスは、ペルシア側に就いた。一方で、ペルシアは、アテナイやスパルタには使者を送らなかった。マルドニオスや、 メガビューゾスラの指揮するペルシアの遠征軍は、ヘロドトスの記述によれば、不評170万、騎兵8万、戦車隊など2万に加え水軍51万7千以上、これは三段海戦船2百7隻、その他の船舶、輸送船3000隻からなるこれらに、ヨーロッパ各地からの援軍を加えた総計は528万3万三千以上という大規模なものであったという。 しかしこれは明らかに誇張された数字であり、平坦学上も当時これほどの大軍勢を維持することは不可能と考えられるため、実際に動員された兵力については諸説ある。少なく見積もった説で5万程度、多く見積もった説で100万程度と開きが大きいが、いずれにせよギリシア側の兵力、船舶をはるかに超える規模であったことは間違いない。 紀元前481年秋には、ペルシア軍の再度の来航がギリシア各地に伝わり、ペルシアの脅威に疎かった諸国も危機を認識するに至った。アテナイの政治家テミストクレスは、スパルタに働きかけてイストモズで会議を開くことを決め、抗戦の意思を固めたポリスの代表者を招いた。ここで、ポリス間の紛争の即時終結、特にアテナイとアイミナ間の紛争処理、 サルディスへのスパイ派遣、ケルキラ、シチリア島、クレタ島に対する援軍要請が宣言された。紛争停止とスパイの派遣は直ちに実行され、ここにギリシア連合と呼べる体制が整った。援軍の要請は、シチリア島のシラクサが、カルタゴの脅威により援軍派遣を断念、第一次シケリア戦争、反スパルタ主義を貫徹するアルゴスが、中立、ケルキラは、 数勢を見極めるために中立、クレタ島もデルポイの信託に従って中立など空振りに終わった。また、ペルシアの攻撃を真っ先に受ける位置にあるポリスなどにはペルシア側につくものもあり、必ずしもギリシア人が一枚岩になったわけではなかった。紀元前480年5月頃、ギリシア諸都市連合は再びイストモスで会議を開き、 派遣の勢いで進攻を進める30万のペルシア軍に対して、抗戦か降伏かで揺れていた、テッサリアの親ペルシア派を威嚇するため、テンペ教国に約1万の兵を派遣した。しかし、テンペ派遣軍は、マケドニア王アレクサンドロス一世の使者に、ペルシア軍の強大さを説かれて撤退。見放されたテッサリアは、ペルシア側に着いた。テンペ交代後、再び、イストモスで会議が開かれ、 防衛施策が議論された。ペロポネソス半島諸国は、コリントス地境での防衛を提案したが、アテナイなどが反対した。結局、ギリシア連合軍の作戦立案を担当した、アテナイのテミストクレスは、テッサリアからアッティカに抜ける幹線道にあるテルモピューライ、テルモピレーの山間のアイロとエウリポス海峡への入り口にあたるアルテミシオン沖に防衛線を築く、ことで、 ペルシアの侵攻を食い止める作戦を立て合意した。紀元前480年8月、ギリシア連合軍は、テルマ、テッサロニキから南下してきたペルシア軍と、領地、テルモピュライ及びアルテミシオンで衝突した。スパルタが主力となって、防衛に当たったテルモピュライの戦いでは、現地集結後にウカイロの存在に気づいたスパルタを、レオーニダソーが、ショポリスの軍勢へを帰国させた上、 300人の手勢だけで時間稼ぎをしたが、やがてペルシア側についていた地元民がペルシア軍に迂回路の存在を教えたために挟み撃ちの状況となり、レオーニダス一世の奮闘を虚しく防衛戦を突破された。テルモピュライでの敗退により、ギリシア軍はアルテミシオンからの撤退も余儀なくされ、日和み的な立場を取っていたボイオーティアの 各ポリスは親ペルシアの意思を明確にし、これに追従する形で、などアッティカに隣接するポリスにも親ペルシアの動きを取る者が現れた。ペルシア軍の接近を受け、テミストクレスの布告により、アテナイ住民は、トロイゼン、アイギナ、サラミスに避難した。しかし、避難の費用は自己負担だったため、財力のない貧民と一部の聖職者、あるいは、 デルフォイの新託、木の壁によれを誤って解釈した者は、アテナイのアクロポリスに労働した。ペルシア軍の前に、アクロポリスは陥落し、アテナイは完全に占領され、農地は蹂躙された。アテナイの要請で、避難の支援のためサラミス島に集結していたギリシア連合は、次の防衛策を検討した。ペロポネソス半島の諸国は、アテナイが制圧された以上、 アッティカ半島の防衛は不要と考え、イストモスに防衛線を築くことを主張した。しかし、テミストクレスは断固反対し、敵味方双方を牢絡して、なし崩し的にサラミス水道での回線にこぎつけた。ギリシア連合艦隊をまとめ上げることに成功したテミストクレスは、地の利を生かしてペルシア艦隊を破った。紀元前480年のサラミスの回戦の 敗北によって、クセルクセス一世は戦意を喪失し、マルドニオスに後を託し、自身はバビロニアの反乱を沈めるため帰国した。陸上部隊はギリシアの総司令部のあるイストモスのポセイドン神殿に入ったが、ギリシアの防衛線に攻撃は行わず、テッサリアからマケドニアまで退いた。紀元前479年。 マケドニアで体制を整えたマルドニオス率いるペルシア軍は途上テッサリアで兵を補充しつつ再びアテナイに入った。彼は各地に避難しながら未だ機能を保っていたアテナイ民会に再び復従を要求したがアテナイ人は逆上して死者を撃ち殺した。このためマルドニオスはアテナイ市街をンプなきまでに破壊し尽くし騎馬戦に有利な定廃まで交代した。 これに対して、スパルタをはじめとするペロポネソス諸国の連合軍は、コリントスを経て、北イロン山麓に陣を敷き、アテナイ、メガラの軍と合流して、ペルシア軍の出陣を待った。マルドニオスは、ギリシア軍の動揺を誘うため、騎兵隊を差し向けたが、メガラ軍とアテナイ軍は、騎馬部隊を破って、戦意公用し、全軍が山地を下って、プラタイアに進軍した。 ギリシア連合軍約11万は、スパルタの重装不評密集人の活躍によって、ペルシア軍を敗退させ、ペルシア側の総司令官マルドニオスは戦死した、プラタイアの戦い。ペルシア軍は、テバイに逃げて牢城したが、ペルシア増援部隊は、プラタイアから敗走する自軍を見て、テバイを放棄し、テッサリアからマケドニアを経て、アジアに撤退した。戦いに勝利したギリシア軍は、 定売攻略に取り掛かり、ペルシア兵と定売兵を殺戮した。プラタイアの戦いと同じ頃、小アジアのミューカレの戦いでキリシア側は、決定的勝利をつかみ、ペルシア勢力を、北部はヘレスポントス、黒海まで、南部はキープロスまで押し返した。紀元前465年に、クセルクセスが、側近に暗殺された。しかし、 その後もさらに小競り合いが長く続いた、エウルメドン川の戦い、第一次ペロポネソス戦争、バトルオブパンプレミス、シエゲオブメンフィスなど、両者共に決定的な戦果を挙げることなく、紀元前449年には僕、カリアスの和訳が成立して、戦争は終結した。この戦争は、自由のための戦いと称され、戦後は、自由を歌うしや祝祭にはいた。 スパルタ、アテナイ、コリントスなど、ギリシア連合31カ国は、連盟によって、デルポイに3匹の絡まる、蛇の円柱を建立したが、これは後に、コンスタンティノポリスのヒッポドロームに移され、今日も、その一部が残っている。このように、ペルシアの遠征によって結束したかに見えた、ギリシアであったが、水面下では、有力ポリス間の覇権争いは継続しており、特に戦後は、 アテナイとスパルタの権力闘争が表面化した。イオニアからペルシア勢力を駆逐したアテナイは一連の戦争の中で陸軍国から強力な海軍力を要する海上貿易国家へ成長することに成功し、アイギナを抑えてエーゲ海島海岸を勢力下に収め前世時代を迎えた。ペルシア戦争のためにアテナイ主導で締結されたデロス同盟では、 各ポリスから一定の資金が軍資金として集められたが、経済的結束によって、同盟関係は強化されつつも、実態としては、アテナイによる同盟諸ポリスの支配であった。事実、紀元前470年頃に同盟を離脱したナクソスは、アテナイ軍に包囲されて強制的に同盟に再加入させられ、また、同盟国からの徴収金は、 アテナイの国庫に流用されるようになり、後には金庫そのものがアテナイに置かれ、アクロポリス再建にも使用された。これに対して、ペルシア戦争に重要な貢献のあったスパルトなど農業中心のポリスには戦勝による見返りがほとんどなかった。公益活動が盛んなコリントスやアイギナもアテナイの勢力に圧倒された。さらにアテナイがテッサリア、メガラに次いで、 スパルタの敵対国アルゴスとの同盟を結んだことによってスパルタとアテナイとの間に決定的な圧力が生じ、エーゲ海攻易の主導権を握られたコリントス、アイギナと共にスパルタはアテナイに敵対するに至った。この対立が後のペロポネソス戦争に発展していく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。